こんにちは枠太郎です今回は三菱ケミカルグループの決算分析しました第3四半期のコア営業利益が3%増も株価下落が止まらない状況となっております本業の化学事業はほぼ利益がない状況となっており子会社の日本サウスホールディングスに利益のほとんどを依存する形となっております現在配当利回り3.8%で買いなのか決算内容と今後の株価について解説したると思いますそれでは行きましょう 三菱ケミカルグループのコア営業利益が3%増も株価下落が止まらない状況となっております。左側6ヶ月分の三菱ケミカルグループの株価チャートを示しておりますが、決算発表後株価が下げ止まらない状況となっておりまして、現在の株価、ここ6ヶ月でも最安値水準となっております。 現在の株価837.6円となっております。株価承認を見ますと、配当利益は3.82%、PR が8.88倍、PBR が0.70倍となっており、配当利益は3.8%もありますし、PR は1桁、PBR も1倍割れというところで、かなりですね割安な水準となっております。なぜ水道ケミカルグループの株は売られているのか、計算内容を深く見ていきたいと思います。 それでは今朝の方を見ていきたいと思います。まずは第三四半期の実績を見たいと思います。売上は第三支社期を私た点で4.7%落ちまして、3兆2451億円。公営業利益は3.4%伸びまして、1838億円となっておりますで。大幅な増益というわけではないんですが、決してです、ね、現役というわけではないのになぜか株価を売られているような状況になっております。 続いて事業別に第三四半期の実績を見たいと思います。この事業別に利益を見ますと、三菱メーカルグループ、非常にいびつな利益構造になっているということがわかりますで。今回のですね、全体での利益は、 左が上の赤枠となっておりまして、怖い業域1839億円となっております。ここをですねどの事業で稼いでいるかというと、産業ガスで1225億円、ヘルスケアで554億円となっております。で産業ガスは日本酸素ホールディングスという子会社の株を50%持っているということで利益が計上されております。でヘルスケアに関しましては、三菱田辺製薬というところの株を持っている、こちら100%持ってますので計上されております。でこの2社で,です、ね、三菱シキメカルグループの利益のなんと 96.7%稼いででるってことになりますでは残りの事業はどうかというところなんですが、残りの事業に関しましては、科学部門である三菱ケミカルという子会社がやっております。でこの三菱ケミカルをやっている、まず一番上のスペシャリティマテリアルズなんですが、今期の利益は173億円となっております。 前年で見ますと379億円も下がっておりまして非常にですね大幅減益となっておりますまた MMA というアクリルの樹脂なんですがこちら3億円の赤字ベーシックマテリアルズに関しまして104億円の赤字となっておりますでこの3つの事業で足し合わせるとわずかですねコア営業利益60億円ぐらいとなっておりまして売上がが全てで2兆円ぐらいあるのにですね利益が60億円しか出ていないという非常にですねあのほとんどもう利益が出せないような状態になっているということになります三菱ケミカルグループという会社 はですね、あの三菱ケミカルというあの名前が入っているんですが、もう価格部門ではです、ね、ほぼ稼げないような会社になっているということが分かります。続いて財務の方を見ていきたいと思います。自己資本品質なんですが、第3四案期が終わった時点で28.4%となっております。かなりです、ね、低い値となっておりまして、財務的には良いとは言えない状況になっております。続いて財務状況、もう少し詳しく見てみたいと思います。 で見たいところは赤枠となっておりまして、まず現金なんですが、第三四半期終わった時点で3668億円あります。一方、ですね右の上側に見ますと、有利ふ債の方はですね2兆4139億円とですね圧倒的にですね有利さ債の方が多い状況となっております。でこの結果、下の赤枠なんですかネット有利ふ債、有利り債から現金を引いたものが2兆470億円も借金の方が多いということになります。でネット D 入れ値は、資本に対する借金の割合にな なんですが1.2倍となっておりましてこれ1倍をですね上回るとちょっと多いっていう感じなんですがそれを上回ったような状態となっておりますで三菱ケミカルグループはですねかなり借金の多い会社となっておりましてこの借金の多さっていうところからですね財務的に非常に厳しい状況となっているということになります 続いてキャッシュフローを見たいと思います。今期第3四半期終わった時点で営業活動によるキャッシュフローは2850億円となっております。大幅に、ね、増えております。投資活動によるキャッシュフローは1193億円のマイナスとなっておりまして、前年よりも投資活動少なくなっております。この結果ですね、フリーキャッシュフローが前年はですね、マイナスだったんですが、今期は 1657億円と大幅にですね。プラスになっておりまして、資金繰りはですね。直近かなり回復しております。あと配当とかですね。有利負債を返済しましても、現金が余っている状態なので、現在資金繰りに関しましては良くなっているような状況になっております。続いて通期業績を見たいと思います。売上は3.9%下がりまして、4兆4、550億円。 コア営業利益は23.2%下がりまして2500億円となっております通期では2桁減益となってますので、まあ、3四半期の時点ではで、ね、プラスなんですがあまりです、ね、通期的には良くないというところもございますそれで配当を見たいと思います配当は今期2円増配となっておりまして1日当たり年間32円となっております 最後にこの株価っていうのかということについて考えてみたいと思います。左側に10年間の三菱ケメカルグループの株価チャートを示しておりますが、一時は1300円ぐらいまで株価が上がってたんですが、現在株価が837.6円という株価になってますので、ややです、ね、低迷したようなところもあります。で特徴としまして、上がっているときはです、ね、ずっと上がりまして、下がり出すとまだずっと下がり出すということを繰り返してまして、現在でちょっと下げトレンドに入った可能性があるかなというところもございます。株価指場の方を見ますと、配当利ーニマ3.82%、PL が8.83倍、PBR が0.70倍と なななっってており3.8いいうのはですすね結構魅力的な水準かなと思いますただ PR8.83 倍に関しましては、ちょっと価格事業の業績が落としており,落としておりまして、このですね下落っていうのが止まらないと、ちょっと危険かなというところもあります。PBR0.70 倍というところもあるんですが、こちらの会社はですね借金が非常に多いんで、 まあ、あの資産に関しましては工場等が多くてです、ね、現金資産が少ないんで、あまりここの0.7倍というのはです、ね、あの魅力的ではないかなと思っていますで。今回の決算ですね、あの分かったこととしましては、やはりです、ね、業績のほとんどは日本酸素ホールディングス次第っというところになってまして、もうです、ね、三菱ケミカルグループですね、あのガスの利益しかないような状況になっているということになります。でガスの指標がも、ね、もししし悪化しまして 苦しくなるとですね、ここの業績もあの直撃してしまうということなんで、まあ、それはちょっと怖いというところもあります。で、三菱メーカーのグループがやってるですね、科学事業に関しましてはですね、この日本酸素ホールディングスの利益が出てるうちですね、まあ、ヘルスケアも利益が出てるうちに早くですね、立て直さないとちょっと大変なことになるんで、まあ、ここの立て直しがですね、まあ、必須課題かなというところになっております。ただ、あの、 あれですね石化事業と炭素事業をですね切り離すって言っていた社長が退任されたということでそちらもですねうまくいってないというところもありましてなかなかですね立て直しもそのうずにはいってないような感じもございますで、この株ですね買っていいのかっていうことなんですがまあ、ちょっとなかなか難しいところがありましてその 科学事業に関しましままては落ち込んでますが、日本サンドホールディングスがです、ねまあ、利益が上がっていってです、ね、トータルで利益が上がるならまあいいって考えられる方もいるでしょうしさすがにですね、これだけあのバラバラ事業がですね、それぞれ方向性の違う事業をただただ抱えているだけの会社なんでちょっと企業としてどうなのかというところもありますんで、まあ、ちょっと配当に,前に高いんですが結構ですね、癖の強い銘柄となってますんで、まあ、買われるこ、ね、とは慎重によく分析されてです、ね、買えた方がいいかなと思います。 ちなみにですね、日本酸素法人の時間総額、どれくらいになっているかということについても少しだけ触れておきたいと思います。左側に10年間の日本酸素法人の株価チャートを示しているんですが、こちらに関しましては、ですねもうずっと右肩上がりという感じになってまして、非常に株価の方、伸びております。あの 10年前に比べますと4倍とかそういうレベルになってますの、ね、で、非常に経営の方成功しております。株価支援の方なんですかハイトリムが、配当にも0.99%、PR が18.09倍、PBR が2.09倍となっており、結構ですね、割高な水準でも買われているような状態となっていますで。株価上がっておりまして、現在の時価総額、なんとですね、1兆7 5 5 0円。 7億円となっておりますで三菱ケメカルグループがですね先ほどのットを見ますと1兆2600億円ぐらいなんでだいいたですね5000億円ぐらいですね子会社である日本酸素ホールディングスの方があの高い時価総額となってましてもう完全に、ね、逆転されているような状態になっております。でまああの 日本産素ホーディングスの,です、ね、あの利益に依存しているというところはですね、良くない状態ではあるんですが、まあ、逆に言いますとですね、あのこの三菱ケミカルグループ、日本酸素でもともとは太陽日産という会社でしたがそこの株をですね、50%早めに買っておいたというのはですねあの、非常にラッキーだったということもありましてもし、ですね、この日本酸素の株買ってなかったらですね、現在、三菱ケミカルグループ利益がほとんどないような状態になってましたので、まあ、その判断はですね、正しかったかなという気もいたします。 今回の山増と三菱ケミカルグループの決算を分析しました。第三四半機の公営業利益が3%増も株価下落が止まらない状況となっております。日本産素フホールディングスが担当する産業ガスと 田辺三菱製薬が担当する医薬品が利益の96.7%を占めるような状況になっておりまして、日本三菱ケミカルが担当する科学事業に関しましては、ほぼ利益がない状況に追い込まれております。財務の方もです、ね、決して良くなくて、地方本比率は28.4%で低い値になっております。自己有利負債が2.4兆円もありまして、ネットリーディレシも1.2倍とかなりです、ね、財務的には悪い状況となっております。ただ、直近のキャッシュフローはかなり改善しております。であとはです、ね、あの三菱ケミカル部分時価総額は1兆 2,600億円に対しまして、小会社である日本サ素ホーディングスの方はですね、時価総額1兆7,500億円となっておりまして、あの逆転減少も発生しているような状況になっております。最後に私の感想なんですが、今回ですね決算の合計だけ見ますとですね、まあ普通に上昇かなというところがあるんですが。 あの事業別に利益を見ますと、ほぼですね日本サウスホールディングスの利益をあの帳簿上乗ってるだけっていう状態なので、かなりですね三菱ケミカルグループはですね問題を抱えた状況になっているということがわかります。で、もう一つのですねあのヘルスケアもかなり500億円以上利益貢献しているんですが、現在この総合化学メーカーがですねこの医薬品事業を抱えっているのはリスクではないかということが言われております。その理由なんですがあの住友化学ですね住友ファーマっていうところがパテントクリフっていうですね特許切れの薬が ありまして、それでですね。一気に赤字に陥りまして、現在ですね。あの倒産危機っていうような状態になっております。で、それが連結で乗ってきました。あの住友化学も大幅なんですね。赤字になっておりまして、あのギャンブル性の高い医薬品事業を総合化学メーカーがですね。抱えることの利点というのがですね。現在はほぼないような状態になってまして、むしろですね。リスクの方が大きいっていうことで、まあ、今後切り離していく可能性が高いんじゃないかなと思います。で、三菱ケミカルグループに関しましても、まあまだ利益出てくるうちにですね。早めに切り離しておいた方がですね。もし。も 三菱がですね大赤字出すような状態になったときにです、ね、今度は三菱ケミカルグループもです、ね、耐えれないような状況になるかもしれないんで、ここの利益っていうところにですね、頼るのはちょっと危険かなということになります。でじゃあ、あの日本酸素ホールディングスの利益に、ね、頼ればいいっていうところなんですが、まあ、それもですね、<laughs> どうかなというところがありまして、あの日本酸素ホールディングスの方がですね時価総額高くてですね、それが連結で50%持ってるから、あの とい,い,いうことになりますけど、それだとです、ね、三菱ケミカルの株をですね、ちょっととにか多いですけど、まあ、ある程度買われますと、 感性的にです、ね、日本酸素をです、ね、あの支配できるような形になりますので、そうなるとです、ね、日本酸素ホールディングスの三菱ケミカルの,です、ね、その株をです、ね、買収してです、ね、親子関係で逆転した方がいいという話にもなりますので、まあ、その状態で,です、ね、ずっと放置しておくと、結構危ないかなというところもありますので、それもあまり良くないということになります。なので,です、ね、まだです、ね、連結の決算で利益が出ているうちにです、ね、早くです、ね、化学事業で利益が出せる状態に持っていかないといけないんですが、それがですね なかなか難しいというところで、そこがですね、どうなるかということがですね、あの今後の三菱ケミカルグループの株価、どうなっていくかということに直結するかなとは思っております。株の高校には自己責任でよろしくお願いいたします。 以上となります。このチャンネルではこの辺の株や仕事に関する情報を発信していきます。面白かった、ためになったという方はグッドボタン、チャンネル登録してくれると嬉しいです。また、こういうこともあるとかですね、ここは違うなど補足や批判などございましたらコメントに書いてあげると嬉しいです。私もそういう面ていで勉強させていただきます。YouTube 以外にもワークタロウの就活グッズブログもやってます。こちらも決算分析やっておりまして、注目ポイントのみ簡潔にまとめております。1分で読める内容になってますので、興味あるメニュがなくないかはこちらで検索していただければなと思っております。概要欄の方にリンク貼っておきます。またワークのツイッタロウと前に Twitter もやってますんで、よければフォロ 以上でございます。本日はありがとうございました。